これが。リッキー、サーチのレッツ深呼吸。皆様こんにちは。こんにちは。はい、皆さん深呼吸してますかね。うん。高坊さんも深呼吸してますか。ダム満タンになってますよ。溢れてますよもう。あれだけね、水不足言ってたのにね。節水ついてたのがやっぱり。ね、台風とか来たら大丈夫だろうと思ってたら、台風じゃなくて普通のね、うん、梅雨のこの豪雨でなんか100年ぶりとかね言ってたね、6月のニュースにそう書かれてましたね、うん、100年ぶりなんだ。なんかね、6月でこのなんか1時間に降った雨量の量なのかな、うん、これが100年ぶりに書き換えられたっていうことで、あらあらすごい。だってもうすごかったじゃん、どこ、うん、あのどこ行ってもね、集中豪雨で短時間にあれだけの雨がブワーって降ったら、はい、いくら沖縄って水はけがいいって言ってもさ、追いつかないんだよね多分。あ、でしょうね。土砂崩れもすごかったしね。茶壇もそうだけど、名護の、あ、そうなの、うん、アパートの後ろの駐車場みたいなところかね、土砂で崩れて、なんだっけ、車が車持ちだるけ、うんうん、うわやばいよね。ああいうの見るたびにさ、うん、あ、車もしかしたら新車で買ったばっかりだったら大変だろうなとかさ思いますね。私も同じこと思いました。あーっていやだって家も一つの財産だけどさ、はい、車も高い買い物じゃんやっぱり、うん、毎日使うものだしねえ、うん、足がなくなると不便だからね、沖縄の場合特にね、うん、もう内地はチャリンコだったり電車だったりいろいろあるけど、うん、沖縄は本当にもう車がないと生活してらんないからな。そうですね。いや大変な雨でした本当に、うん、まあ、これがねもう内地にもまたあの梅雨前線がどんどん上がっていってるから、うんうん、気をつけないとね。沖縄以上に被害が多いからな内地は。あ、土砂が緩い、なんて柔らかいじゃん、うんうん、ちょっと水含んだらもうガーって、もう山が崩れるようにね、うん、大被害あったじゃん広島とかね、いろんなところで。だからこれがちょっと心配ですよね。だからなんていうの、うん、昔だいぶ十数年前に大被害を来たこの山の斜面でね、うんうん、もう家ごとわーって流されたところに、うん、また家が建ってるっていうのが俺不思議だったから。これ直ら、普通建ってないよね。ちょっと前回は崩れた、演技が悪いっていうことで借りんよね。あ、借りないよね、じゃ建てないよね。何なのかな、そういう土地だからもう安くてあの家建てていくのか、まあ何ちゅうの、何十年とか100年に1回だから大丈夫だろうと思ってるのか知らんけど、うん、まあ日本の土地が狭いのかな、まあ、そういうところにしか建てられないのかな。うん、うん、まあ、あの東日本震災のところの岩手とか福島とかあの辺は何ていうの、防災ね、防波堤も高くしたりとか、はい、いろんな、ことをね施して、うん、あのなんか再建というかね、はいはい、復興してるけど、やっぱり海側は家はやっぱり少なくなったよね。うんうん、山の方にみんな、うん、新しい家だったりとかして、そりゃそうだよ、あれだけ怖い思いしてるからさ、うん、いや大変です、本当に。皆さんね、これから気をつけ、そうだね、能登の方も全然進んでないっていうことで、うん、あの昨日かな、一昨日、まあ、その能登の、ね、近くの人が沖縄に来てて、うん、なんか同級生も能登の方に住んでて、うん、全然復興が進んでないっていうふうにね。進んでない、うん、え、全くだから、あの何ちゅうの、
あの朝市とかやってたところ、うん、もう手つかず状態で、ただあの道が通れるように、うんうん、あの瓦礫をわーって寄せただけ、はいはい、応援はいらっしゃるんですかね、ボランティアとか。もうそこに何もう少なくなってるの。そこにはもうあの大火災起きたところなんだけど、うん、もう瓦礫だけ寄せられて、うん、この瓦礫も撤去されてなくて、うん、この綺麗に道だけ残ってて、うん、手つかずの状態になってるわけ、未だに。あら、何ヶ月経ってるから、あれ1月さ、だからどうにかしないと。誰に言えばいいのこれ。誰に言う、これは岸田さんにお願いしようかね。これはね、行政が動いてるはずなんだけどさ、動かないといけないよね、もっとね。うん、本当ね、まあ災害が多いので気をつけてくださいということで、はい、まあ近況としてはね、沖縄県議会選挙が、おとといね行われまして、うん、まあなんと沖縄県 の、 あの玉城デニー知事はね、うん、あのまあ、左翼派っていうかね、そっちの方だったので、うん、県議会っていうのも、はい、あの左翼と右翼、はい、与党と野党が半分だったんだよね。これがもう逆転起こして、うん、まあ、自民党公明党とかのね、うん、これまであの野党だったところが、うん、もう逆人数的に逆転しちゃったからさ、うん、ああいう県議会っていうのは県のいろんな方針をそこで承認して、進めていくじゃん、予算を使ったりとかさ、うんうん、それトップの県知事が、まあ一応与党なんだけど、うん、野党の方が議席が増えたから、うん、県知事がこういうふうにやりたいとか決めたいとか思っても、うん、議会で反対されるケースがもう出てきたわけよ、今回の選挙で。もう完全に逆転したからさ、はあ、だからこの辺はまあでもね、うん、今回あの投票率は低かったんだけど、あ、そうなんだ、あのこれね、県民の思いが如実に出たっていう感じだね、うんうんうん、これ何かっていうと、うん、もうこれまで通りずっとずっと、うん、あのまあ左側はね、うん、もう辺野古基地反対とかさ、はあ、自衛隊どうのこのとか、うん、もうこんなことばっかり選挙の訴えてたわけよ、うんうん、もうこれに県民はもう飽き飽きしてるわけ、飽き飽き、うんうん、いつまでたっても、うんうん、あの辺野古反対基地反対自衛隊って言ってうん、うん、ずっと言いながら、はい、ずっと動かないまま、うん、で宜野湾市民は特にさ、はい、普天間基地をとにかくなくしてほしい、動かしてほしいんだけど、うん、あいつらが邪魔して辺野古に移させようとしないし、うん、辺野古の基地あの建設っていうかね、あの新基地とか言ってるけどあれ新基地でもないし、うん、まあ家で言えば増築みたいなもんだからさ、はいはい、全然新基地ではないんだけど、うん、そこの建設反対とかっていう、あのトラックの土砂のあれとかもずっと阻止して工事を遅らせてきたじゃん、うんうん、はい、工事を遅らすってことは、うん、普天間基地の移転がどんどん遅れていくわけよ、うん、だから宜野湾市民にとってはいい迷惑だわけ、はあはあ、でそういう宜野湾市民の民意っていうか声を全然メディアもキャッチしないでさ、うん、ガン無視もう完全に無視して、うん、民意がどうのこの民意がどうのこのって向こうの言うよく言うセリフなんだけど、うん、じゃあ宜野湾市民の民意はどうなってんのみたいな言いたいわけさ、僕らとしてはちゃんとした声を届いてないというか聞いてないというか聞いて全然受け取ってないしね、うん、もうこれがもう腹立ってしょうがなかったんだけど、まあ今回の一昨日の県議会選挙で民意が示されたよね、はい、はっきりこういう時は民意民意って使わないんだよ、また負けた時は、うん、ただ知事に対してやっぱりあの反対の人が
今回の結果で多かったんだなっていうのは、うん、あの素直にね記事に出したりしてるんだけどさ、うんうん、遅いっちゅうね、前からそうだっちゅうね。ね、やっぱり左翼右翼とかじゃないけどね、俺は仲良くの欲なんだけど、間の人ね、うん、左翼でもない右翼でもない仲良くなんだけど、うん、まあだから実際自民公明に対しても今の現野党に対しても意見言いたいのもいっぱいあるし、うん、まあ与党というか左翼の方はもう昔からもう変わらず、うん、大事なことを何て言うかな先送りにして、うん、だって県知事は知事になる時の、公約としてさ、はい、給食を完全無料化って言ってたの、うん、全然実現しなかったからさ、うん、選挙前になってあれ1週間前だった、いきなり 半分は県が持つのってこの選挙のためにお前言ってんのかみたいなね、その半分は各市町村で持ってくださいって何にも決め事もなくて勝手に言っちゃったからさ、なんか選挙のために行ったのかみたいなね感じだったけど、もう非常になんか不愉快な思いした人いっぱいいると思うよ、うん、期待はしますもんね、応募書が、ね、無料になるんだったらもう、うん、それはそれでもこれまでずっとやってなくて、うんうん、県知事選挙の前になっていきなり1週間前にこうやって半分は県が持つからって今言うのかみたいな、うんうんうん、いやいや選挙の時に当選したらそうやって約束したじゃんって公約違反だわけよ、うん、だからそういうのもね、有権者をあまりにもバカにしすぎてる、うん、もう有権者はさちゃんと知事になる時の公約も聞いてるし実現されてないっていうのも分かってるし、子育てしてるお母さんとかもそれ聞いて、うんうん、あ、玉城デニーが知事になったら給食費無料になるんだって言って応援して入れたにもかかわらず、うん、全然実現されてなくて、うん、いきなりこうやって 県議会選挙の前に、ね、半分は県が持ちますって言っちゃっても遅いっていうの、うん、でそれで各自治体が猛反発したわけ、はあ、いや全額持つって言ったのに半分は自治体で持ちなさいって、え、誰が決めたのみたいなところで、だからもう今回のも大失態だよね。そっか、うん、もっとね、もう自分まあ一人での考えじゃないだろうし、うん、全体の意見を超えてちゃんと平等にね、そうやったら平和も保たれるしね。そう、うん、ちゃんとね今回から議会運営がまともになるんじゃないかなって思ってますんで。で嘘つきは手にのは調理純ちゃんさん素晴らしい、はい、ってことで今日もね、あ、今日そんな感じでね、あの都知事選挙も迫ってるし、そういう内容を中心にねお話ししたいと思いますんでよろしくお願いします。 FM 宜野湾烈深呼吸、この放送は阿蘇山を天然水阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。キャンクスはあの B サイドの CM ももう始めます、うん、来週からそつきはデニーの始まる名言だね、みんな知ってたんだけどね、前から過半数を維持してると組みできなかった、そう、本当にねもう口ばっかりだよ、口ばっかり、いつまでたっても基地反対、基地反対、基地反対、これはね、嘘つかないで正々堂々と言ったら、うん、どうなるんですかねって考えたことないですか、まあ、だから、あ、よくやった、選んでよかったって評価が上がるからさ、うん、また次の選挙でもね、通るかもしれないけど、しっかり難しいんじゃないかな、うん、こういう県議会議員も、うん、もう反対派の方が活動が待ったからさ、うん、デニーちゃん、さよならって感じじゃないもん、そろそろ大してね、お寺のことやって
来れなかったからな、来れなかったっていうか来なかったからな。今回ね、僕が応援してた、県議会議員6名みんな当選したから良かった、超嬉しい。やっぱ有権者は、ちゃんと見てるわ。僕も地元の応援してた方々が通ったので、有権者からの支援頑張る。そうそうそう、一人一人の票を本当に大事だと思うんだよね。あと今回すごかったのはあれですよね、現職よりも新人候補結構多くて、すごいですね。うん、少女っていうかね、北中では女性の人がね、そう、知り合い、アンサーさん、あ、そうなの、うん、素晴らしいね、村長にね、初じゃないですか、いいね、面白いと思ってやったけど、どっちなのかな、右左前の荒垣さんは左側で、じゃあ同じくそうなんじゃないですか、支持してる人が、荒垣さんが応援してたのわからないけど、そっかな。まあでも前からね、北中は割と中立に近い左側だった。時代はね、本当にどんどん変わってるので、来週のスケジュール入れる？携帯ですか？やり取りしてるから、人と、時間と、人生の。今日もじゃあお見せするんだ、そうだ、なるべく休まん後ね。そうそうそう、今帰る人は来るし、とりあえずまだその様子が分からない、何よりめっちゃ暇でとか、な、月のどこどこ暇でっていうのはまだ分かってない。いや、こんなのはあんまり関係なくずっとやってたわけよ。なぜかって言ったら、俺が紹介してもらった美味しいところがあったんですよ、まあ、居酒屋じゃなくて食べ物屋さんだけど、たまたま行くたんびに閉まってたんだけど、定休日じゃないの、それから行けなくなった、いや、そうなってくるわけ、せっかく時間も使って行ってるのに閉まってたらさ、どんな意味するのか、ではマイクあげます。はい、はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしています。まあ今日はね、おとといの県議選の話でスタートしたんですけど、あれ、サーチ、そういえば小座の裏側出てたね。見た、見てよいや、いきなり来るからって言うから、うん、シーゲさんが
で、しげさんと、うん、あの一昨日会ったわけよ、ま。あ、そうなの、どこで？県立美術博物館で。あ、そう。あの人いつも同じ格好してるさ。うん、帽子と、ま、黒い格好して、うんうんうん、もうパッて見てすぐ分かったわけよ。うん、あの県立美術博物館の売店があるの分かる？あの、うん、近所公園っていうの、あの、あ、近所二郎の壺とか入れられて、うんうんうん、あそこにこのシルエットがあるからさ、あれ？しげさんだなと思って、那覇まで来てたんだ。なんかね、うん、あの知り合いかな、応援してる子供のデザイナーの子供かな、うん、のあのなんか展示会みたいなやってて、うん、でそのハガキもこの売店に販売してて、うんうん、それをこう一生懸命選んで買ってたわけ。話しました？ちょっと声かけて、いや、あのズームで先週あったからさ、はいはい、あの沖縄ドットコムっていう、うん、あの仲間がいてさ、はいはいはい、あの FEC の山城友知とかも来て、ーバーってやったズームの飲み会があったわけよ、はいはい、そこにしげさんも出てたわけよ。あ、うん、そう。で、あのだから昨日やるっていうのは知らなかったんだけど、しげさんが収録日放送決まったら教えるよねって言って教えてもらえなかったっていうね。なんかそういうとこあるよね。そういうところある。ちょっと、うん、でそれでまあたまたま録画もしてたからさ、うんうん、見て、うん、あ、ちょっとどうにか私は見ます、うん、なんか社長も言ってたじゃん、なんかスタジオで、ね、話してて一緒に同じ番組で、はいはいはい、なんか新体制になりましたとか話だったんですかね。そんな感じ。そんな感じ。んな感じ。で、あの FM 小座もね、はい、あの本当に、本当なんていうかな、行きやすいおしゃれなオープンな感じなんだけど、うん、あの隣にレッドっていうのがあるじゃない、赤い壁のあのホテル、うん。あそこ泊まったことあるわけ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃおしゃれだね。あの上はまだ実はまだ見たことない。見たことない、うん、びっくりしたよ。あの外観はさ、うん、もう全然もうただ赤い扉があるだけさ、うん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 、で入っていったらもうなんていうかな、ルパン三世の世界。あ、そうなんだ。ヨーロッパ調で、うん、レンガの壁があって、うんうん、でキッチンもあって、うん、で家具もなんかな、あのクラシック調というか木目調でおしゃれでさ、うん、だから、ね、よく探してくるよね。私他の部屋は実は見たことがあって、うん、いや、これシーゲーさんのやっぱあれでしょ、プロデュースで。あ、そうなの、うん、めっちゃおしゃれ、うん、びっくりしたこれ。で FM 小座もシーゲーさんプロデュースで、あー、監修のもとああやっておしゃれ。あ、経営は違うんだ。じゃあ経営も、シーゲーさんですかね、うん、あ、そうなの。小座は、あ、いや、上のホテル。あ、ホテルですか。ホテルは、はい、トリップショット。トリップショット。え？いくつか、はい。いや、あれね、あの知り合いが、うん、あの飲み会やろうって言って、なんかネットで撮ったのかな。うんうんうん、で場所はここでって言ってから、うんうん、なんか、あ、バカビルこんなとこあるのかなと思って、中入ってみたから、すっげえおしゃれとかびっくりして、うん、あれ、で食材もみんな持ち込んで、うんうんうん、でパーティーやったわけさ、うんうん、もう最高だった。めっちゃ、うん、ちょっと映画の世界ですよね、うん、そう、なんか、うん、そうそう、映画のセットみたいな感じのおしゃれな感じで、うん、そう、私もちょっとその自分のこの今借りてるお店をそういう風に持っていけたらいいな、もっとさらにって思いながら毎日どうしようかねって。で、あのアビニューにやっぱ古いお店たくさんあって閉まってるところとかあって、そこには実はもう50年前のなんか椅子とかきっと眠ってるわけ。ちょっと引っ張り出してうちで使わせてっていうのを今からお願いしに。あ、昔のね、ベルベット調のとかね、うん、そうそうそう、うん、懐かしいよね。これが合うかな。タバコかじゃ酒かじゃ染み込んでるけど大丈夫。今はファブリーズがあるから。ちょっと今1個だけいいの見つけたからさ、これ600ぐらいちょうだいって言いに行こうかなと思って。いや、意外にあのパーカービルね、なんか入ってみないと分からないもんだなと思ってさ、うん、結構人歩いてますよ最近夜は、うん、で、あのね、新しくまたなんかアタチアではないけど中アーティーってお店ができてから、はい、うん、なんかね、串になんか魚をパペって刺してから炭で焼くんですけど。どこにできてんの。
もうだからアベニューのちょっと脇、ちょっと脇、アベニューの通りの少し脇に入ったらもうすぐ目立つから、あ、もしかして、うん、あのコリン、え、コリンだった、に向かって右に曲がって、そうですそうです、うん、あの FM 小座がある、うん、手前よね、手前の通りの右側、うん、右曲がってすぐあの黄色いなんか提灯じゃないけど、はい、外から丸見えのところ、あ、そう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 、あそこか、うんうん、気になってた俺。そう、3時からオープンって言ってからね、はい、あのキャン君が教えてくれて、美味しい、とろいわしが美味しかったっていうのを言って、めちゃくちゃ美味しかった、とろいわしを私も食べに行った。外から目立ったからおしゃれな感じでちょっとあのガラス張りで中がよく見えるじゃん、うん、で覗いてたらさ、なんか美味しそうな料理食べてるわけよ、はい、え、なんかここいいなと思って、今度もう会い場所はあっちにしようって決めてるわけよ。なるほどね、ああ、絶対予約した方がいいですよ、もう夜はいっぱい入れない、うん、ああ、もちろんもちろん、うちはもう予約入れてから必ず行くようにするから、うんうん、いや、おしゃれな店ができてんなと思ってさ。意外に小座あたりあるんだよね、こういうところね、穴場スポット、うん、その一番街の中にもそういう店ができてたりとかして、うん、あのどんどんなんか 毎月のように新しい店がそうあるんじゃないかなってくらい発見が多いです、うん、できてる感じだよね。、うん、もう本当にちょっと自分もさ、このバーをやるようになって、うん、いろお客さんがここのお店面白いよ、ここいいよって教えていただけるんですよ、うん、で連れて行ってもらったりして、はあ、ここは絶対今日連れてこさせられないと分からなかったお店だとか、いいねってなって、お、ね、教えてサーチ、なんかいい店があったら、いい店、はい、教えます、うん、最近はもうあの教えてもらったのは、アーキーズバーっていうのを教えてもらったんですけど、あの西泊茂明さんが、うん、あのバーをやってて三線弾き語りしてくれたりするんですよ。ああ、前言ってたあの、なんて税務署通りじゃないけど、はい、税務署通りので、うん、のビルの上にあるんでしょ、はい、お、そこもだから気になってたんだよね、うん、やっぱ音楽好きな人たちが お店に来るじゃないですか、私の店で、うん、もっとすごい歌聞きに行くって私が前触れして連れて行ったら、みんな大感動、うん、もう本当に感動して、外人もみんな大喜び、うん、グローバルなんですよね、歌い方と三線の弾き方が、外国人にも通用する、いいねいいね、うん、多分リッキーさんもなおーってちょっと言うと思います。結構広いの、カウンターが多いの、カウンターとシートが一つぐらいですね、だからまあだな、うん、15名ぐらいしか座れないかもしれないけど、うん、こじんまりとしててめっちゃいい。じゃあそこもあれだね、予約しないと入れないって感じだね。そうなのかな、そうでもないかもしれない、わかんない、あの私はあのいつもあの休みだけ聞いてるから、うん、行けば空いてるのかなとか。え、ビルの何階にあるの？ビルのね、5階なんかニュー中野町ビル5階、うん、うん、あ、これだ、あ、そうそう、当たってる当たってる、当たってるでしょ、うん、一応パッて撮ったんだよ、うんうんうん、そうね、今度行こう、もうちょっとローカルの遊びを、中アーティ、うん、中アーティのトロイワシ、そうチェックしてました、ちょっと背中からがいいらしいです。あ、そうなんだ、食べ方聞く出せたな。なるほどね、うん、あの なんかあの普通の話してこれラジオだよね。そうだよ。普通のなんか雑談普通にやってたけどすいませんね。でも私この間ねお店でさ、お客さんが、うん、あのお客さんがじゃないや、あの小座でほら喋ってる人がいるさ、でゲストで終わったって出てきたら知り合いだったわけさね、うん、で自分のカウンターでちょっと1杯2杯って飲んだら、この方ね自分のお店閉めて最後まで行ってくれたんですよ。そしたらね、この人も実際お店やってるんだよ、フォーク村っていうライブハウスで、あのねラジオっていうのはねこういう感じで喋った方がいいんだよとかさ、うん、なんか新しい番組作ろうかなって、ゲストで出演してる時はボソボソ喋ってたくせにカウンターに来てこんなにハキハキ喋るのってっていうちょっと面白トーク。そしたらさ、あのこの人お店のオーナーじゃないですか、電話がかかってくるんですよ、 お店は開いてないのって、そしたら僕ね今サッチのところにいるからね、見のいで私の店で自分の空間作ったっていうね。でもそれも私からしたら ありがとうっていう感じだったけど、まあなんか
こんな感じですね。いいね、うん、私こういうの好きです。なんかね個性のある店いろいろあるもんね、はい、うん、まあ、宮里急飯もそうだけど、うん、はいはい、あそこもね、あの本人はさ、うん、意外に何ちゅうかな不真面目っぽいところあるんだけど、うん、ちゃんと真面目にあの毎日営業して開けてるじゃん。 そう、うん、そこが偉いわけよ。 そう、うん、そうするとお客さんつかめるからさね、っていうことで、うん、何の話してるかな一旦 CM 挟んで後半お届けします。それは酒が入ってるからさ。そうそうそう、チャンチンは、ああ知ってるんだ、チンチンさん、うん、テラスやったかな。この間の産卵ってサンゴのあのビーカーの中で産卵だったんですね。海に潜ってじゃなくて、なんていうかな、サンゴを大きいタライに入れて産卵させる、はいはいはい、でこれをあのビーカーみたいなのに入れて、うんうん、で別のところであの精子を出てきて、うんうん、あの白いバーッと入れて、でこれを混ぜるわけ、拡散するわけ、でそれで強いのを作るわけね、釣れるっていうかそこで受精させる。卵は普通の、あの無精卵ってことさ、うんうん、でこれ精子をかけて、うん、あれで拡散して精子を混ぜて、うん、あの受精させて、うん、でそれからあのクリオネラみたいなこの幼虫が生まれる。それをこういうこと一人言ったからさ、やっぱりあの食いついてきてくれる女性がいて、この人は女社長で、まあ、ホテル大好きなホテルで子供のまま使えてる方、アクティビティやってるしてる人がいるんですけど、うん、なんかそれ観光客の子供たちにサンゴのことも伝えてるらしくて、うん、そこを教えてほしいって言われて勉強させるからいい。そう、ちょうど勉強会してるから、フィナンスメージをできる限り知れることを知って、子供たちも伝えることをしたいから勉強したい。あれね、なかなか知らない人多いから、あれ受精させて、もう知らない人が本物だと思う、うん、いや、すいません、お写真を失礼します。あんなところから、はい、はい、撮ります。はい、チーズ。たまに呼ぶ機会をちょっとで、あの幼虫になるじゃん、うんうん、受精してわーって生まれてくるじゃん、うん、で生まれたものをそのまま放流したら、もうただ小魚の餌だから、うん、これをどのぐらいかな、2週間ぐらいなのかな、あの1日に 2,3 回水を変えて育てるわけ、緊張する、大変な作業だわけ、忙しいね、うん、もう昼夜かけて、じゃあ常にじゃあサンゴ畑いる感じですね、うん、なんかたまにあの辺行ったらもう絶対サンゴ畑ガーラで金付きそば食べると、うん、いろんなあれがあるわけ、あっち行ったら空いてないわけそうだよな、うん、サンゴ畑、あ、でもあれじゃない、午後3時から開けたり、うん、午後開けたりするから午前中行ってんじゃん、大体もあの1時とか行ってご飯食べて、最近、まあ、うん、もう、うん、2ヶ月に1回、その前も、うん、あ、そうなんだ、その合わせたいなっていう人がいたんだけど、うん、まあ、でも電話番号知らんし、そこまだけ出てくる、違う違う、取らない取らない、あの個人の電話番じゃなくて取らないのかな、ああ、そうなんだ、まあ、今度この女社長、Kさんって人を紹介していいですか、こっちゲストで、ああ、いいんじゃない、うん、そうそう、うん、そう、もう、サンゴに興味のある人がね、うん、どんどん増えてほしいし、うん、びっくりするんですよ、本当にサンゴの本当の、うん、なんていうかな、このサンガーから受精から、ね、深くから、うん、聞くとびっくりする。本人もやっぱりこうやって勉強してますよって言ってたけど、あ、多分ね、金城小路さんはパンパン入るんだよ聞いたらね、そう、もっと、もっとだよ、メタロクね、もうサンゴのもう大ボスみたいな、親みたいなもんだからね、うん、これまでもう何千、何万、何万匹、もう何十万匹育てて海に放
流してるから、でそれがどんどんね、もう育っていってるんでね、あちこち黒潮に乗ってこう北に登っていくらしいんだよね、あそこで放流したの。だから伊江有島とか伊江島とか、北部地、あの辺でだから着床してサンゴになっていってて、では甘いかけます。はい、はい、どうも、烈進呼吸をお届けしてます。はい、バッハさんメール来てますね。キャプテンお願いします。はい、では読み上げたいと思います。はい、こんばんは、貫禄十分のリッキーさん&サーチーさん、キャナさん、私は近く、自治体保健師さんが、メンタルヘルスケアの一環として訪問予定、再放送のチュラさんお昼に視聴してましたと、脇役の俳優さんのセリフがまさに私の心境、一人で生きていける人はいいが沖縄では無理だねというセリフがあったそうです。そういうセリフがあったんですね。食堂オーナーのセリフ、あ、なるほど。話は変わり、先日の選挙、まさかの野党勝利、デニーさんはデージなってる額に汗、与党勝利で野党だよね。はい、水道料 30% 値上げを、可決、県産薬の夏のボーナスをアップ可決が影響をとかってありますけど、まあ、どちらかというと今回争点があんまはっきりしなかったとかもありかもしれないですね。うんうん、野村総合研究所の、今年度は、1世代あたり10万円支出が増し、つまり所得減税意味なし、令和新選組曰く、党首曰く、国家予算毎年200兆円出してもインフレ率は 2% にもならない、YouTube で語ってましたと。そして世界幸福度ランキング1位のブータンが SNS が復旧し、23位に転落、日本は30位、ローマ教皇が、この件も踏まえてですかね、技術の進歩が不公平を助長、本当の進歩とは言えない、 AI に継承ということで記事があったそうです。まあね、遅かれ早かれブータンの人たちもね知ることになったと思うので、しょうがないね。まあ世界中情報はねもう駆け巡ってるからさ、はい、ジュンジュンさんそうね、そういうことです。はい、でね、今いろんなねワイドショーとかで話題になってるのが東京都知事選挙、うんうん、これまた面白くなったね。候補者が最初はね二十何名とかって言ったけど50名ぐらいになってるみたいね。はい、うん、東京都知事一人だよ、一人に対して50数名も立候補っていうかしてるわけよ。すごいじゃん、もうみんな、サーチも選べばよかったじゃん。日本を変えたいんだねいや出す人がいたら私出ますよ絶対いきなり日本を元気にしますね平等にいやすごいなと思ってさ、まあでも、まあ、メディアが取り上げるのは大体この3名4名ぐらいなんだけど、まあ対抗馬としてね、女性対抗馬で蓮舫さんで、あと広島の秋田香田市長だった石丸さんとかね、あと田母神さんとかっていう感じで取り上げられてるんだけど、これねめちゃくちゃ面白いことになると思う。明後日正式に告示されて選挙活動がスタートして、七夕決戦、7月7日に投開票されるという、この短期間でものすごいこの選挙活動がね東京都内でバーって起こると思うんだけど、わさわさするでしょうね。その選挙の最中俺行ってんだよね、東京に。ああそうなんだ。7月5、6、7投開票日に帰ってくるんだけど、まあ、夕方夜の便だから、まあ騒がしい頃に行ってるみたいな。 どんな感じなのかね東京の選挙渋谷区でスクランブルコンサートで喋ってんのかね。生でいろんなところ新橋とかさ、いやどうなるか、もうだから、それ実体験していこうかなっていうのもあるんだけど、一番興味あるのはさ、やっぱり東京都っていうのはもう日本の中心でさ、で
東京都の、うん、あの都の予算っていくらか分かる？毎回聞くけど、うん、すごい予算持ってるよね。びっくりするよね、うん、こんなお金ど あるのって。もういっぱいあるねって思う。 だって日本の本社もいっぱいあるから、うんうん、あのね、法人税も入ってくるし、うんうん、富裕層もいっぱいいるから、うん、税金いっぱい払うじゃん。いくらなの？でまあ、東京はすごいって思ってる。もう 東京、ね、東京行って東京の人の稼ぎ方とかもうそれぞれだけど、うん、なんかそれぞれの話を聞いたら一般サラリーマンでしょ、そしてそのちょっとでしょとか。16兆円だよ。16兆円の、ね、16兆円だよ。東京都の、東京都の、信じらんだよね、地方自治体が。これ16兆円って何に匹敵するかって言ったら、スウェーデンだったかな、スウェーデンかなんかの。じゃあ沖縄は、沖縄は、だって沖縄と沖縄どのぐらい、8000億だった、その前後ぐらいだよ。6000から8000億、うん、で東京は16兆円。16兆円違うね、まあ、8000億もすごいけどさ、16兆円って、兆円ってなんかあるわ、分からん。あの16兆、1兆って言われても全然さ、だ9999億円の1億円としたら1兆円もう9999億円に 1億としたら1兆円。この前も国会議員の 1日の中継、うん、あれに1回で3000万使ってるって言ってた話とかも聞いたりして、うんうん、ああやって聞くとはあなるのか3000万とか思ったりはするんだけど、これは16兆円の中の一部？いや、あれはだから、なんていうの、いろんなのどこまで含まれてるか分からんけど、うん、あの国会議員のその日の日当も含まれてるかどうかっていうのもあるし、うん、あの居眠りしててもお金がもらえる。居眠りしててもお金入ってくるからね。ボケーとしてれば入るんだ、ね、年間 2,3,000 万入ってくるし、まあ、まあこれ置いといて、うんうんうん、この東京都の16兆円っていうのは、うんうん、東京、まず東京の人口って何人ぐらいいると思う？沖縄が140何万人？まあ140万人ぐらいかな。ねえ、140万人ぐらいですよね、うん、東京都は考えたことない。100倍。10倍、ああ、10倍か。さすが客。1400万人、1400万人が東京都の人口だけど、でも昼間の人口というのは、あの埼玉、神奈川、千葉から仕事に来るじゃん、うん、だから電車が朝ごった返すんだね。昼間の人口がだって4000万人ぐらいって言われてる。だからあんな人いっぱいいるわけ、うん、でも夜になったらみんな帰ってくから、それでも住んでる人が1400万人、うんうん、1400万人。あの高層マンションとかもいろいろいっぱい建ってあそこ住んでるさ、うん、うん、で、あのいろんな会社の本社があったりとか、ね、で富裕層もいっぱいいるから、うん、法人税所得税とかの税収が、うん、16兆円になってるわけよ。あほう、だから思い切ったことが、うん、この小池知事はできてたわけよ。うん、あの子育て支援とかね、うん、一人頭いくら、うんうん、ね、あの寄付するとかさ、うんうん、そういったのもまあまあ、あの実績としては、うんうん、まあまあじゃないかな。だから、うんうん、あの子育て世代にとってはすごくこれまでの小池知事の、うん、実績は評価されてはいるみたい。はいはい、まあ果たしてね、蓮舫がどこまで、うん、選挙の時訴えるか、うん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 、あの失敗、こういうね、うん、左系が失敗するパターンは、うん、相手の文句ばっかり言ってさ、うん、上げ足取るような、あればダメこれはダメこうだやで、うん、あのなんていうの、カイロ大学の学ね、なんか学力書ね、あれが違うのが出してるとかって、もうこんなのばっかり突っ込んでさ、あ、そうなんですね、あなたは何がやりたいのっていうところがないから落ちるわけよ、うんうん、あいつらは。あ、人の悪口ばっかり。私ね、悪口って全然頭に入ってこないのよ、うん、だから気づかなかったさ、そういうことも多分ね、うん、あ、また選挙言ってんな、どんなこと話してんのかな、でも大体ポワーって聞いて、うん、あ、
耳が勝手に閉じる、うんうん、そうだよね、うん、だからまあいいことだけを言ってればいいんですよ。そうそう、うん、自分が何を自分がじゃあ都知事になったら何をしますとか、うん、こうしますああしますっていう自分の公約だけを言えばいいわけよ、うん、相手の悪口なんかもう全く関係ない、ね、意味がない、ね、なんだ、うん、まあこんなのかね、事務所帰ってからやりなさいって話でねそうそう身内だけで話しなさいってそうそうそうあんな選挙会に乗って話すことじゃないし、ね、あゆきんこさんこんばんは、はい、ねえゆきんこさん、うん、えあそうねゆきんこさんはじゃあ雪国の方かな、うん、いや本当遠くあやっぱりね、まあでも夏場はね、あ福島県ですか、あらららら、ら福島大変でしたね、もう大丈夫ですかねゆきんこさんの周りでは、うん、まあそういうことでね東京都知事選も大注目されてて、うんうん、で僕がその中で一番注目してるのが、うん、広島県安芸高田市から出てきた安芸、うんうん、高田市の元市長石丸さん、うんうん、この人俺大注目してるわけ、うん、まあ女性対決が、まあ、注目されてるんだけどこのね石丸さんがね、うん、素晴らしいんだよ。聞いたことない？テレビでは見てるけど、そこまで深く内容はまだ見てません。 YouTube でもさ、本当に何ちゅうかな、もうはっきりズバズバ言う人だし、うん、あの人に任せたら、うん、あの東京だけじゃなくて日本も良くなるんじゃないかなって思うぐらいの、うん、あの覚悟を持ってる。あの人はものすごいこの有言実行だし。ああ、そうなんですか。びっくり、俺最初この人最初 YouTube で見た時に、うん、どぎも抜かれたのは、あの人、うん、あの YouTube に議会のあれも載せてるわけよ、うん、一般質問とかやるさ、いろいろ、うんうんうん、市長のとかって、で安芸高田市のこの、市議会議員とかいっぱいいる中でさ、うん、議会でもうお年寄りなんか寝てるじゃん、うん、眠してるじゃん、はいはい、それに対して恥を知れ恥をって言ってさ、うん、まあそれは私たちの声だよね、うん、そうそう議会中、うん、ね、給料もらって、うん、あの要は市議会議員っていうのは、うん、そこの人周りの人たちの代表としてそこの席に座ってて、うん、その市のための、うん、あの応援者があなたを選んで代弁してくださいよって来てるのに、うんうん、居眠りするってことはどういうことかって、恥を知れって言って、うんうん、本当だね、うん、おちょっと私こういう人好き。でもこういう言葉をね、うん、言えない人がほとんどだわけよ。なんで言ったら何かあるのかね。いや、あのだから反発が怖いから、でなんていう の、 あのあこの人からの反発ね、自信がないからさ、そこまで言えないわけよ。あ、そういうことね。あんただってこうでしょうとかさ、覚悟がないとそう言えないね。そう、僕はお前よりもやってみせるよっていう人だからこそ、いや寝てる人を指摘したいし、うんうん、やっぱ、ね、こんなって寝てたら日本がダメになっていくじゃんって、うん、ちゃんとこういうね、国会中継してる時は、うん、あの国民我々に安心を与えなさいよって、うん、もう本当に誰も見ない、もう一回りも二回りもあの上の大先輩議員に恥を知れ恥をっつって、かっこいいね、かっこいいんだよ、うん、これをで俺はもうズキュンとね胸打たれた、うん、ちなみにあれすごいあのこの言葉だけが出て切り取られてるんですけど、うん、あれ続きがあるんですよ、うん、あれ恥を知れ恥をって言った後に、うん、という声があの市民から聞こえても市議ではありませんねそうそう、面白い面白い、そうそうそう、こういうのがうまいわけよ言葉のね。そっかそっか、だからこれこういう言い方すると切り取られてニュースになるだろうな。 TikTok で見てるかもしれないそれ、はい、いいね、かっこいいね、そういうなんか元気な人が、あの強い人が、そうね、うん、あの日本を正してほしいですね。あの人がね、うん、この20日以降どういう選挙活動するか、うん、どういう言葉を発するかっていうのがものすごい楽しみで、うん、私もそれを注目して、うん、ぜひ注目してほしいね、うん、まあ、投票権はないんだけど、あの、まあ、日本の中心だからね、うん、日本の中心の大都会の東京の都知事選挙だから、うんうん、やっぱり興味を持ってほしいし、その
都知事、他のね地方団体とか自治体っていうのは、うん、やっぱりこの中央を見て右へ習いじゃないけど、うん、東京都がこういうふうな条例をやって、うんうん、こういうふうにやってるから自分たちの自治体もこれをやらんといけないなとかっていう、うんうん、一つのこの見本になってるからさ、はい、だからモデルケースになってるから、うん、非常にやっぱり注目すべきだし、うんうんうん、いろんなところで影響するからね、はい、地方自治体に、うんうん、だからみんなでね興味を持って、でああいうところのこの発言したりとか、うん、この、実際にね政治家の態度を見て、うん、じゃあ自分たちの地元の市議権議はどうなのかとかね、うん、自分たちが選ぶ国会議員はどういう人なのか、どんな発言するのかなっていうのを、うんうん、一つの、まあ、指針というか、うんうんうん、目安にもなると思うので、うん、勉強になると思うよ、うん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 、ね、ということです。いやこれをね楽しみましょうみんなでね、うんうん、いや全てがね変わってくるし、でも小池さんって元防衛大臣も歴任してるから、うんうん、この東京都っていうのは、うん、まあ日本の中心でいろんな機能を持ってるから、ああもし万が一北朝鮮とか中国とかロシアが、うん、攻撃した時に、うん、とっても防災的にも必要だわけよ、うん、それを地下シェルターを、はい、たくさん作りましょうっていう、うん、この予算の中でね、あとっても大事だと思うわけよ。でまあ東京だから、うん、地下鉄とか地下街とか、うん、地下に逃げ込むところはいっぱいあるんだけど、うん、もう完全ではないわけさ。でしょうね、なんかアラートが鳴った時に、うん、みんな地下に逃げましょうとか言ってるけど、うんうん、逃げれない人もいっぱいいるわけさ。いっぱいいるでしょう。ところがね、サーチの好きな台湾、うん、台湾の人口分ぐらいは、うん、もうシェルターできてるみたいな、完全に。あ、台湾に？地下にもの潜れる、台湾の人口分は地下に潜れるようにもう整備されてる、はいはい、すごいね台湾ね。で食料品もある程度のこの備蓄もされてて、うん、あそうなんだ、すごくない？そっかそっか、あそうそうそう、観光客とかもしいたりとかね、ビジネスとか来てる人もみんな逃げれるように。台湾人の、まあ、生の声を聞いたことがあってね、うん、今後中国とどうなるの、うん、心配じゃないのって言ったらね、うん、戦争とか起きたらねって言ったら、うんうん、戦争しますよ、僕は出ますよって、うん、まあ、同じ年なんですけど、僕の国のためにってそう、うん、子供とか家とかが壊れたり、うん、犠牲者が生まれるかもしれないよって言ったけど、うん、仕方ないです、うん、おすごいよ、ね、マジか。でも、まあ、シェルターができてるんだったらもうみんな避難してさ、うんうん、いやだから安心した。女性子供とかご老人とかは避難させるけど、うん、自分たちは戦うっていう、うん、この間ねテレビでね、うん、台湾の女子高生とかも、うんうん、このなんか戦争の訓練とか、あ台湾もねみんなあれやっぱそうやってたり、うん、要は希望者募って、うん、その訓練場っていうのがあったんだけど、うんうん、その見た見た、それが予約がいっぱいらしいね、うん、すごくない？うん、かいや、うん、自分の国をやっぱり国としてやるためにやっぱり、うん、高校生がそういう意識でね、心が全然違う、うんうん、素晴らしいなと思ったよ、うんうん、じゃあ日本はどうだろうと思ったらさ、そうね、まあ、私は息子に時々思うことがあるんですけど、うん、一回は自衛隊に行ってごらん、 2,3 年ぐらい鍛えといてって思いますね。うん、精神も鍛えられるよね。そう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 。あ、佐藤さんこんにちは。あ、関東のいわきです。あ、こんにちは。私友達。ああそうね。うん。おろろろろろ。そう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 。はい。すごい紳士でね。うん、音楽が好きで。うん。うん、もう聞いてくれてたなんてありがとうございます。ゆきんこさんもね沖縄のエイサーが好きみたいでさ、うん、涙を流しながらを見て元気もらえましたって、う
ってことは昔の前世で何か沖縄と関連する何かがあったのかねそうかもしれない ね福島県寒いのに。おそっか。いやいやいや、まあ各地区でね、はいはい、各まあ問題はいろいろ違うかもしれないんですけど、うん、まあ沖縄はね、こういう、南西諸島なので、うん、いつ有事になるかわからないっていう危機感がね、うん、常にありますので、うん、うちのうちももっと台湾人みたいにね、うん、あの覚悟を持っとかないといけないと思いますね。怖っ。いや、本当そう思うんで。今ほら6月で慰霊の日が近くなってるからさ、戦争のさ、やっぱそういうの絵本とかそう、地下に逃げるところもないのによ。ないよ。はい、ということでもうね、あと30秒ですけど、はいはい、あっという間でした。はい、皆さんもね、豪雨にも気をつけてね、過ごしてください。はい、じゃあまた来週ね、25日にお会いしたいと思います。ね、皆さんそれまでお元気で、東京都知事選挙、また来週ね、もうまた、その話題に触れると思うんですけど、うん、皆さんも注目して見てみてください。はい、はい、それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。